guys! Welcome to TGK Light Up TV! ということで、第3回目なんですけど、今回は、というか今回から、ちょっと英語を使った投稿もアップしていこうかなと思います。で、最初は、最初から始めまで、英語で、喋るだけの動画を撮ろうと思ってたんですけど、なんかそれは面白くないなって、一回撮ったんですけど。Hi guys! Welcome to TGK Light Up TV! So today, I'm going to take video in English from beginning to the end. Today's topic is how to learn English.なんか面白くないなと思ったんで、ちょっとアイディアを変えました。今回は、今は見てもらったら分かるように運転をしてるわけですね。今赤信号なんで、カメラ目線で喋ってるんですけど、スクールが今日もあってですね、今日は東校、福岡東校でやるんですけど、まあ、サッカーを絡めて英語を、今日のサッカーコーチの1日は前回の動画でやったと思うんで、今日はサッカーコーチの1日、まあ、いわゆるコーチの日常を踏まえて、トレーニングだけじゃなくて、英語っていうのもちょっと発信していけたらなって思います。なかなかない組み合わせなんじゃないかなって勝手に思ってます。で、皆さんってどうやって英語の勉強とかってしました？私はめちゃくちゃ、まあ、英語が嫌いだったわけですよ、中学校の時。けど、その英語の勉強法っていうのはやっぱ大事だなって思うんですよね。大体の人たち、まあ自分も中学校、高校生ぐらいまではそうだったんですけど、試験のためとか、テストのためとか、あと受験のためとかで、英語を勉強したりとかすると思うんですよね。でもやっぱテストとかでしか使わないから、なかなかね覚えられない。いくら教科書読んで文法を覚えて、まあ単語を暗記したり、赤いペラペラのとか使ってね、こういうやつですよ、はい、を使って勉強しても、なかなかね頭いい人は覚えられるのかもしれないんですけど、ちょっとね、あんまりちょっと勉強得意じゃない人たちにとっては、そこが難問なわけですよ、はい。で、じゃあ自分はどうやって喋れるようになったかってことなんですけど、やっぱ人間って使わないと必要ないっていう風に判断すると思うんですね。なんで覚えられない、だから、まあ自分で英語が必要な環境に飛び込んでいったっていうのもあるかもしれないですけど、日本でも同じことできるはずなんですよね。例えば、今、私は運転をしています。ね。それを、じゃあ英語で言ってみてください。どうぞ。はい。わかりますか？簡単だよって感じですか？例えば、まあ、この日常生活、もう何の変哲もない日常生活を英語で言ってみるとか。I'm driving a car とか。こんな感じですよね。一緒に勉強っていうか、サッカーを絡めたら、好きなものと絡めるとやっぱり勉強って楽しくなるんですよね。頭にも入ってくるし。自分の場合それがサッカーだったりとか、あとは結構自分発音が苦手で、 I'm driving、 あんまり滑舌がいい方じゃないのでよく噛むし、なんで英語の音楽とかを聞いて、それを歌いながら発音の練習とかしてましたね。よく歌ってたのが、ちょうど私がイギリス行った時は2012年なんですけど、その頃にちょうどワンダイレクションが流行ってたので、
あの Crazy, crazy, crazy till we see the sun I know we only met but let's pretend it's love ってやつですね。あれがめちゃめちゃ流行ってたので、これをもうこういうのとか、あといろんな曲ですねを練習して、まあ発音の練習とかしてましたね。こうただこう教科書読んでわーってやるよりも、こう歌いながらとかの方が楽しいじゃないですか。やっぱ楽しい方法で勉強するともうどん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 頭の中に入ってくるんで、やっぱ勉強もそういう方法でねやったらいいんじゃないかなって思います。なんでそういう動画見ることって楽しいじゃないですか。でそこになんかさらにサッカーが関わってたりとか、あとなんだろう、こうなんか動きしてるところにこう英文法がピロンって入ってきたら、ああこういう時はこう言うんだっていうのが分かってくると思うんですよね。自分はそうやって学んだので、そういった形でぜひあのこう海外でこう指導者のライセンス取りたいとかっていう方も最近いっぱいいると思いますし、まあ東京オリンピックもあるんでね、英語喋れるようになっていろんな人とコミュニケーション取りたいとか、あとはなんだろう、まあちょっと勉強の息抜きにちょっと面白い動画、面白いかどうかわかんないですけど、動画見ながら英語勉強してみようかな、英語勉強してみようかなっていう、まあ、中学生、小学生、高校生、大人の方々に向けていい動画をいっぱい作っていけたらなって思います。はい、I drive a car. I drink green tea. He kicks a ball. They kick a ball. I take video.Players come to training. He jumps over the bar. He dives to the ball. Give up.I show example to them. はい、今回のテーマはちょっと現在形ということで、英語では present simple って言うんですけど、英語には必ずね、主語と動詞が存在するそうです。日本語では私はみたいな感じで、いちいちこう主語を入れなかったりするんですけど、必ず英語では文の主役が必要になります。通じるけど、なんかちょっと違和感があるっていうのをネイティブの先生は言ってました。で、文の最初に誰が何をしたのかを伝えます。例えば I drive, they talk, we play で、その後に何をしたかっていうところ詳細が入ってきますね。はい、で、あの He, she, it っていう主役たちには魔の S が取り付いてるんですね。なんでこの魔の S を必ず動詞に取り付かせること忘れずにやりましょう。はい、今スクールから帰ってきました。1回目のTGK 英語レッスン、イングリッシュ講座、どうだったでしょうか。今回はちょっと1回目っていうことなんで、現在形、無理やりではないですけど、まあ、現在進行形使った方がいい文章なんじゃないとか、いう人もいるかもしれませんけど、とりあえず、英語とサッカーを掛け合わせて、ちょっと英語に親しむっていうのは今回のテーマだったので、まあ、今回はね、こんな感じでいいかなと思います。もしなんかこう、リクエスト等あれば、ぜひぜひ。メッセージください。はい、ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。最後、いいねボタンと、あとまだチャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録もお願いします。それでは、See ya! Cheers! Bye bye!